はい、タちャはお、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション続きをやっていきたいと思います。ラッキーキャッチがね、終了しまして。ボヤンスの運命の目。奇跡と運命が紡ぐ物語を追って、レディーボヤンスと一緒に星からのメッセージを受け取りましょう。おやまあ、今夜は星たちの声がよく聞こえるわね。私もついてるわ。 また、邸宅の前で店が出せるなんて、うるすらに感謝しなきゃ。今こそ運命のベールを剥がして、星の導きに身を任せるのよ。今日は、今回は、どんな秘密が明らかになるのかしら。価格設定は良心的にしてあげましょうね。さて、なんか始まった。 昨日の動画なんですけど、昨日、昨日ちょっと動画一本も出さずにあれだったんですけど、昨日ほんと体調不良で、もうちょっと具体的に言うとあの、食中毒をまた起こしたんですけど。いやーちょ、今日もね、あんまり調子が良くないんで、動画とかもちょっと短めに行くつもりではあるんですが、 最近、多分前にお腹壊したのが、前に食中毒を起こしたのが、6月くらいだったかな。あのね、最近、最近とていうか今年になってからもやけに調子悪いんですよね。というわけで、えー、っと、とりあえずホールデンを邪魔しますか。ホールデンを邪魔する。はい。 本当に昨日動画とか撮っとるような状況じゃなかったというか <laughs>。もう、で今日はあんまりでも調子良くないな。態度を修復する。はい。何が悪かったのかなっていう悩み <laughs>。あれ、音がないひょっとして。あ、ボリュームを0にしていた。まあ、BGM はないんですけどね。 あれそうか、これ持ってかれるのか。まあしゃあないな。ちょっと待ってよ。先にこれ置いちゃうか。箱を置く。はい。これ置くんだ。なんか思ったサイズと違う。もっと大きいかと思ってた。思ったより小さいね。 あれ待って、イベントのイベントの微妙微妙 <laughs> まあいいやえー、っと まあ、いらんか。そんなにいっぱいいらんやろ。待って、イベントは今どういう状況あ、入り口を受け取らないとダメなんだ。入り口。あれちょっとお待ちくださいね。なんか最近ね、よくエラーが起きるんだよね。なんでだろう。 エラーが何らかのエラーがでえっとまだね作れないんだよね船がじゃあイベント会場先に行こうかこれはあ,あ出口 これが、レディーボヤンスの小屋、梅を覗き見る勇気はありますか天文版レベル1、天知る、地知る、割れ知る、人知る。サイコロレベル2、サイは投げられた。振り子レベル3、質問する際は慎重に言葉を選びましょう。パックンチョの折り紙レベル4、好きな数字を選んでください。で、お茶の葉レベル5、 何かがあぶり出されています。うん、磁石振り子レベル6。どっちに引き寄せられるのでしょうか手相占いセットレベル7。生命線ってどの手話でしたっけ <laughs> 大丈夫か。箱入りのタロットカードレベル8。カードにはそれぞれ意志が宿っています。うん、これでマックス なんか若干前と絵が違うプレミアムスノードーム。レディーボヤンスのお墨付きの一品です。これは何かを入れるタロットカード2倍レベル2。あ、これが1か。タロットカードレベル1。カードは全てを知っています。で、レベル2がカードの模様の組み合わせで占います。 これは大予言者、マルザール。マルザールがあなたの未来を占います。予言を聞くには投入口にコインを入れてください。なんか、ゲームセンターとかに昔よくあったようなやつや。<laughs> 運試しゲームレベル2、勝者は一人のみです。んー んこれがレベル1か。占い師のスーツケースレベル1。占い師の必需品です。で、折りたたみ式テーブルレベル3。これがなければ始まりません。会員占いセットレベル4。ろうそくは1本で足りるでしょうか で、平凡なタロットテーブル、レベル5。これがあれば、いつでもカード占いができます。あ、で、高級タロットテーブル、レベル6。大変お買い得な商品です。ん <laughs> あら、ジャッキーじゃない。今日はどんなご用私の勘が正しければ、あ,あ、私の勘が正しければ、あなたは恋愛アドバイスを求めているんじゃないかしら。えー、っと、 ウルスラさんについて聞こうと思ったんですが、う、ウルスラだってこれはまたどうしてだいウルスラさんの過去とボールトン家の秘密について知りたくて、一家に隠し事があるのは周知の事実ですからね。きっと私が謎を解かないと、真相は永久に闇の中だわ。だから、レディー・ボヤンスさん、あなたのお力が必要なんです。 これは荷が重いわね。でもいいわ。ひとまず何が見えるか試してみましょう。え、何が見えるんだろう。これはな、何の、い、レベル1かこれ。そうで、何がいるのか。レベル1かこれ。いるの。違うのかなカードが私に語りかけてるわ。 星に大きな動きがあったよね。でもこれは何を意味しているのかしら。カードよ。我に答えを教えたまえ。と、その前に、まずはお客さんを見つけないと。誰がいいかしら。ど、どういうことじゃえタロットカードを見つけました。運勢を占いましょう。一定枚数のタロットカードをタロットテーブルから ドラタロットテーブルにドラッグするとタロットテーブルからアイテムが生成されます。生成されるアイテムはドラッグしたタロットカードの種類によって異なります。はい。テーブルこれあ。あ、これ何でもいいのか。これはハートのつがい。人間関係と恋愛模様のカードです。シュ袋。秘密と忍び寄る影のカードです。 犬のひらめき、知性と不足のカードです。カードなくなったの。これは、ロールフィルム写真フィルムのことですかわからないわ。スノードームに映るのは形だけなの。もしかしたら何かを暗示しているのかもしれないわ。例えば、記憶、思考、もしくは秘密。 答えは天の溝知るってところかしら。もう少しヒントが欲しいわ。私は映ったものを教えることしかできないの。それをどう捉えるかはあなた次第よ。ただし、ただし、気持ちばかりの追加料金をいただければ、私の頼れる相棒、マルザールが答えを導き出してくれるでしょう。はいはい、わかったわ。 払えばいいんでしょそう来なくっちゃ。コインを投入すれば、あとは魔法が起こるのを待つだけよ。マルザール。コインないんだけど。コインこれは何ロールフィルム。え突然の暗雲。 あ、これを入れる。1時間待ち <laughs>。とりあえずこれ1個は合成しようか。ゴミ箱レベル2。何かの証拠が見つかるかもしれません。これどうしよう。ちょっと待ってよ。スペースが。スペースが。 う、ね、んこれなんだ <laughs> ゲッソース。<laughs> えっと。 えと今ここしかタップするとこないよねあこっち開けとくかバカんテープレコーダーだって戻すか うーん。これなんかこれ以上。なんか1時間待たないと先に進めない気がする。この状況。うーん。 カード待ちなんだけどカードはカードはどっから出るんだあそうだこれをマックスにするとカードが出るだいぶしんどいなうーん スペースがないんだよね。で、まあ、邪魔だし、マックスにし上げちゃうか、これ。テープレコーダーレベル3、誰かが秘密を漏らしたようです。どういうこと。 これは本ね。でも普通の本じゃない。中身がくり抜かれているわ。これはまた謎が深まるわね。勘弁してくださいよ。お弁当箱じゃなかっただけよかったと思いなさい。もしお弁当箱が見えていたら恐ろしいことになっていたわよ。ど、どういうことなんかジョークわからん。くり抜かれた本、中に何かが。 隠されています。うんえっとって感じだな。えっと。マルザールのチケット。かて。かて。 謎ばかりが増えていく。でもすごいなんかザ・占いのアイテムって感じだけど、あのパックンチョは何に使うかよくわからないな。なんか、使い方があるんだろうけど。あと、どうしようか。35秒ほど待って、これ使おうか。 掃除機ぐらいは作っとく掃除機作っとくか。あと30秒待とう。あとはなんか。でも連絡通路そこまでかからないのかな。ちょっと重たいけどね。それぞれ。まあ、掃除機とかネイルハンマーとかさ。ネイルハンマーでもミューグにリン確かあるんだけど。あるんだけど。回してくるのが多分。 時間が永遠とかかると思う。じゃあ使うか。で、向こう行ってとあ。とりあえずもう一個作るか。タロットカードをさ。でもそろそろ力尽きる気がする。 もうスペースもいっぱいいっぱいなんだよ。さっきカードのレベル1が全然出なかったことによる。 でこれもいいかこれ以上上はないもんねこれ初めて見るハムスターの車輪行き詰まりと弊害のカードですえへえ鳥の太陽強炭と新たな門出のカードです知らないやつめっちゃ出るこれ見たな これ初めて見るな。猫の女王。権威と恩情のカードです。人手深海の星。謎と恐怖のカードです。あ、いや海は怖いものみたいなイメージなのかで。今まで出てなかったやつを入れてみるか。コインはさ、どっから出るの コインはどこからでえっ <laughs> と待って一応これに入れたいけどコインが出ないんだよなまあそうだなこの辺は1時間待ちした方がいいかな これ以上出してもスペースがきついかも。よし、戻るか。掃除機作るか。掃除機、うん、作りかけは、なぁ、これくらいか。ネイルハンマー確かあった気がしたけど。なかったっけ使っちゃったんだったかな。だんだん記憶が怪しくなってきた。 あ、なんか上のレベルを作るのに使ったかなだとしたらない。ネイルハンマーの。あ、多分これだ。ブラシ3本セットを作るのに、身受け取りのネイルハンマーは使ったな。多分。ってことは1からか <laughs>。 一から作るのはちょっとハードなんだよね。てか、その前の段階のハケ、刷毛、刷毛っていうか、塗装ローラーか。塗装ローラーとか、 ボルトカッターとかでもヒーヒー言っとるのに。<laughs> なかなかだよね。うん。まだだ。最近掃除機ぐらいならっていう気持ちにはなってるから。違うわ。<laughs> 仲間がなかったのに今出してしまった。 まだだったうんやっとやっと久しぶりだねダクトテープが完成するのが。 うーん。掃除機完成。床を掃除する。うん。うえぇ、ー、<laughs> へへネイルハンマーね。ネイルハンマーか。そっかそっか。 これね、一マスにしたいな。使わんかもしれんけど、ちょっと、これだけ。あちょっと待って <laughs> も。もうちょいなん、なんとか。 どうしようかな。回復してまでやることじゃないかな <laughs> で。今日ちょっと短めだけど、ここまでにしとこうか。ちょっとね。体力的なものもちょっと、今日あんまり。あの、HP ゲージで言うとね、あの、いつも、あの、撮るとき、まあ、90とか100の間ぐらいでね、録画撮ってるんだけど、今日20とかそこらだからさ、体力ゲージが <laughs>。ちょっと、 あんまり体力残ってないかなっていう。まあ、これも回収は後日でいいか。でも本当はイベントも進めたいしね。ネイルハムはいつできるんだろう <laughs>。明日はできてない気がするんだよね、ネイルハムは。明後日かな明後日一本できてればいいかなっていう感じ。どっちかしとイベント進めますか。さあ、未だにあの、こちらの、 大予言者マルザールさんのね、に捧げるコインがね、見つかってないんで。おそらくこっからね、出てくるんじゃないかと、勝手に思ってるんだけど、ここから出ないんだったらもうわかりません。というわけで、こんなとこかな。あ、でもこれは作ってもいいか。もう一個、占いテーブル。できるかなあ、そうだ、体力ないだった。<laughs> よし。というわけで、 今回はここまでにしておこうかな。あんまりメインは進んでないけど。まあでも、五十何パーまではいってるので、あと半分ないぐらいですかね。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。